カノニダ75、32モッド、37とは、第二次世界大戦において、イタリア王国陸軍が運用していた野砲である。第一次世界大戦終結後の、イタリア王国陸軍砲兵隊の装備は、第一次世界大戦で運用されたもののほか、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍から露角ないし、戦時賠償として摂取した家砲が含まれていた。しかし次第に、 周辺の列強諸国では、野砲の長射低下が進められており、イタリア陸軍の装備は、次第に陳腐化していった。ベニート・ムッソリーニは1930年代に、大規模な軍の近代化計画を実施し、その一環として、砲兵の近代化も計画された。この流れにおいて、アンサルド社が、新たに設計したのがダ75、32であり、1937年に、 試作法が完成し正式採用された。開脚式法画を採用しているほか、当初から自動車牽引に対応して天輪はゴムを貼り付けた金属製スポーク式のものを取り付けている。また方向部に多項式のマズルブレーキを装着しており、射程距離も同世代同クラスの野法としては標準的なものを有していた。方向初速の高さを生かして、 鉄鋼弾及び、成形作薬弾を使用しての対戦車戦闘にも用いられた。1943年のイタリア無条件降伏後、ダー7 5 3には、ドイツ国防軍に接収され7.5センチメートル、フェルトキャニン248のコードネームを与えられた。同時期の他国の野砲。ありがとうございます。